冗談抜きにヤバそうだよな。行くぞ、負けられねえ戦いだ。これ逃げたら怒られるやつだ。あ、よし、着いた。食べてて気持ち悪い。ほんと疲れた。決まってんじゃねえか。別に普通だが。実際食ってみて改めて実感したぜ。カップヌードルはすげえよ。ああ、もうすでに完成されていたな。肉、卵、エビ、3つが調和しねえと、どれか1つが飛び出たってダメだ。俺、次からもっと美味しくカップヌードルを食べられる気がする。だな。
俺も。よし、着いた。やっと人のいる場所に来られたな。ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。いつもどうもです。ありがとうございました。また来てください。どうだった？持ってこれた？あ、なんとか。よし、じいじに聞いてあるから取り付けはいつでもできるよ。どのくらい変わるかな。ちゃんと体感もできると思うからね。取り付けたくなったら私に言って。
王子、お使いお使い。ああ、今度のはね、レガリアの目、ヘッドライトの中の部品だよ。まだピンとこないかもしれないけど、これつけられたら旅が劇的に変わる。量産できればよかったのに。それもオートの部品なんだよね。外にあるのもわずかだし。オートじゃもう作れねえしな。あ、そういうことが言いたいんじゃなくてね、数が少ないのは惜しいけど、とにかくとっても役に立つってこと。また取りに行くのが大変そうだけど、これは絶対レガリアにはつけてあげたい。レガリアも君たちも守れるものだから。ちょっと探索のお使い頼まれてよ。わかった。いいところに来たね。面白いのができたんだよ。こりゃひどいな。よし、任せて。 OK、 任せて。これをこうしてっと。うん、よしっ。さて、これで完璧かな。そのライトが使えたらだいぶ楽になるよ。見つかるといいな。頑張って。今日のご注文は、強化したいパーツはどれかな。これでいい？きっちり仕上げるからね。バッチリ調整しといたよ。ケースのことで王子と話したかったんだ。君たちが乗ってるレガリアなんだけど、道路以外も自由に走れたらすごく便利って思わない？そりゃな。でもさすがに無理あるだろう。それがそうでもないんだよ。その設計図、船の修理道具を探してた時、ジージの古い荷物から出てきたものなんだけど、レガリアそっくりの車をオフロード仕様にするための方法が載ってるんだ。じゃあこれでレガリアン？うん、その設計図とあと改造にいる部品があればね。実は一番大事な部品が手元になくてさ、絶対損させないから調達お願いできないかな。設計図はシドのものだと言っていたが、レガリアに似た車というのが気になるな。見たことねえしな。ま、昔はそんな車もあったんじゃねえの。
シドニーが言ってたのこの辺か。ああ、ここになら帝国が放棄した資材があるかもしれない。ジャケット脱いだらどうだ。下手剣は死刑だよ。いや、終わり。よし、完璧。なるだろう。行くぞ。なんか食べとかない？レガリアの部品持ってきた。おお、お疲れ様。ありがとう。大変だったでしょ？ちょうどこっちも準備終わったとこ。あとはご希望次第で今からでも改造できるよ。改造はシドニーだけでやるのか？そうなるかな。設計図持ってたジージにもいろいろ聞いたんだけど、あれは1台作れば十分、改造するなら1人で仕上げろなんて。その時完全に任されちゃったから。そっか、じゃあ俺も任せるわ。光栄だね。期待してて、きっとびっくりさせるから。王子、新しいレガリアは気に入ってくれた？ああ、最高。よかった、そう言ってもらえて私も最高に嬉しいよ。ただあの子は今が最高ってわけじゃないんだ。調整次第で性能はまだまだ引き出せる。マジか。調整って何すりゃいいんだ？普通の車と同じ試験走行だね。目標とか課題決めて思いっきり走らせるの。車って限界近くになるまで無口な子が多いでしょ。いろいろ聞いて最後はその子に合わせた改造をするんだよ。へえ、なんか面白そうだな。あ、興味出てきた？どうかな、試験の用意はうちがするから、王子も運転手としてレガリア改良してみない？よろしく頼むわ。どう？頑張ってる？
お待たせ。改造終わったよ。いいじゃん。これはすっげー、なんかめっちゃ強そうになってる。確かにこれならどこだって走れそうだ。こりゃもうどこまでも行くしかねえな。試験走行か、面白いことになったね。レガリアの性能もそうだが、そいつを引き出す運転手の力も問われるな。ノクト、いいか、くれぐれも。助かった。ずいぶん大量に持ち帰ってきたな。持てるだけ持ってきたわ。いくらだ？ただまずいことをしてないだろうな。してねえよ、正しく手に入れてる。そうか、悪かった。つい昔を思い出してな。もう30年前だ。ここで飯を盗もうとしたのをシドさんに見つかって、げんこつ食らって保護された。まあとりあえずこれをやる。料理してくれ。時間取れるか。借りか。ああ、だが危険だ。でも必要。そうだ、任しときな。悪いな。ずいぶん仲良くなったじゃねえか。お互い言わなくても分かる感じ。信頼関係が築けたのはいいことだ。まあ、毎回同じ話しかしてねえし。準備はできているか？あ、おお、シドニーさすがすぎる。まさかこう来るとはな。ここまで便利な車はないかもな。すげえ、レガリア何でもできんな。イグニス、止めてくれ。分かった。気分転換にはなるな。
あ、ありがとう、助かった。よくやったじゃねえか。準備はできているか。あ、うっし、行くか。お待ちしてました。走行試験の受付はこちらです。コースと目標の時間を用意してるんで、間に合うように走ってください。いいタイム出せたらシドニーさんがバッチリ改造してくれると思います。早速っすけど準備はいいっすか。それじゃあ頑張ってください。レディーゴー。足早いっすね。走行記録バッチリ取っといたんで、改造はシドニーさんにお願いします。これからどうする？
情報収集でもするか。ノクト次第だな。ねえ、休憩しない？行こう。ノクト、来ねえのか？お疲れ様。試験の結果は聞いてるよ。王子、運転うまいんだね。この結果があればレガリアの性能はもっと引き出せる。それじゃ、改造したいときはいつでも言ってね。いいところに来たね。面白いのができたんだよ。どうする？強化したいパーツはどれかな？これでいい？あとは私に任せといて。バッチリ調整しといたよ。着いたぞ。ああ、ガーディナにようこそ。はあ、戦わなくて済むって安心。見てママ、海がキラキラしてる。綺麗な夕日に。お腹すいた。あら、いいところに来てくれたわ、ハンターさん。あ、なんか用か？ええ、情報屋じゃなくて料理人としての用事なんだけど、いいかしら。テネブライの食材の入手よ。テネブライ？新しく店に出す料理に必要なの。本当はあなたとルナフレーナ様の結婚式にちなんで用意したんだけど、いろいろあったからレシピを眠らせていたのよね。そうか。国内じゃ難しいかもしれないけれど、探してみてもらえないかしら。帰ってこない方が良かったか？なわけないじゃん。そう、これこれ、とうとう俺んとこ来た。じゃ、これ俺やばいよ、使ってみな。あ、王子、元気？頼んでいいだろ。嫌だっつっても頼むんだろ。あ、けど今回俺真面目。今までのは不真面目だったのかよ。じゃないけど、待って、これ手に入ったら
俺はアクセサリー屋になる。ああいいんじゃねえの。もっと盛り上がれよ。で今回持ってきてもらったら完璧、世界征服も夢じゃないくらい。やっぱりのいける。王子頼みだった原石探しもハンターに頼めるくらいっつって、わかる？ってわけで俺の人生の分岐点つう意味で真面目なわけ。でも今回も情報がさ足りない。ダメなら諦めるかって感じだけど、祈って待ってるからよろしく王子。あの様子だと本気なんだろうな。まああんまりふざけてなかったな。軽いは軽いけどな。行こうぜ。あ、くれえな。照らすぞ。だいぶ暗くなってきたな。はあ、またキャンプかよ。キャンプの何が不満なんだよ。あれ、ゲンティアナか。ほんとだ、ゲンティアナだな。いたか。ゲンティアナさん、よし、俺準備 OK。 みんなは。俺、まだ眠いな。Thank you.
Thank you.